君をずっと幸せに風にそっと歌うよ。愛は今も愛のままで揺れる木漏れ日香る桜坂悲しみに似た薄紅色君がいた恋をしていた君じゃなきゃダメなのに一つになれず愛と知っていたのに春はやってくるのに夢は今も夢のままで頬に口づけ染まる桜坂抱きしめたい気持ちでいっぱいだったこの街でずっと二人で無邪気すぎた約束涙に変わる愛と知っていたのに花はそっと咲くのに君は今も君のままで会えないけど季節は変わるけど愛しき人君だけが分かってくれた憧れを追いかけて僕は生きるよ愛としていたのに春はやってくるのに夢は今も夢のままで君をずっと幸せに風にそっと歌うよ愛は今も愛のままで。はい、こんばんは。今夜もね、福山さんのね、桜坂を歌いました。2016年3月の31日木曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信しています。ね、いいね、外はね、あったか、ほんと桜日和、ほんと今日早かったね、行きたかったけどね、どうもね、花見、でもね、めんどくさいから仕事がなかなか行けないよね、よほど早くないとね、ね、どう、ね、うん、どうもね、大丈夫ね、そうね、よほど、だからね、今日もいいね、ね、桜だから、まあ今度ね、週末楽しみに行こうね。週末。週末楽しみ。今、ローが大丈夫ね。うん。週末ね。うん。週末うまくいけばさ、首都圏はさ、桜の盛りだと思うんでね。うん。いいと思うんだ。だから花火の、花火キャンプ。花火じゃない。花見、ね、花見キャンプができそうだね。うん。明日、夜が明けて金曜日仕事行って、土日休み。あ、こんばんは。で、そうだろう。あ、どうも、ゲストさん、スカイさん、どうもね。僕はね、YouTube 見てました。自転車が怒ってました。あれはただ自転車からさ、歩道を通ってたから、それで怒ってただけや、あれ。よく見て、あれ。歩道をね、自転車通ってたわけよ。それで僕は頭が来ただけの話、僕。そういうことね、わかった?ただもう、そんだけで自転車乗ってる人嫌ってんじゃないよ。うん。そうよ、別に。別に、特別嫌いじゃない。だって、自転車はさ、歩行を通っちゃいけないからね。ただ、そんだけの話よ。あと、自転車が辛いところはさ、巻きがね、一万なんかもそうだ、見てもわかるようにね、放棄自転車ね。あれが僕自転車嫌い。でも、それ以外、そんだけの話で自転車乗ってる人は別に嫌いじゃないからね。うん。ちゃんと。うん。自転車ってそこがまずいよね。うん。置き場所ないのに乗る人がいるからね。うん。置き場所ない人はわざわざ乗らなくていいんだと僕は思うんだ。うん。ちゃんとね。夜中でも、夜中の2時頃歩いてても1万止まってもんね、自転車で。あれは明らかにさ、まあ、放棄自転車でしょうね、あれ。夜中に止まってんのね。うん。ああいうのほんと邪魔だよね。うん。だから僕、人が嫌いじゃないからね。ああいった放棄自転車とかが、ね、やるのがちょっと辛いんですよね。うん、わかった。あ、こんばんはね。うん。僕はそうだよ。最近はさ、
交通ルールでよくさ、メディアでもやってるけどさ、あんま最近言わないんだよね、放棄自転車の問題。あれの方が重要だよ、あれ。そこらに自転車止めんのね。あれどうにかしてほしいね。止める場所ないんだったら乗んないでほしいよ、僕は。ね。止まる場所ないんだったらさ。あ、こんばんは。あ、ケンさんこんばんは。今夜もね、桜坂ね。いい歌ね、この歌。じゃあもう一回行こうか。今夜もね、福山雅治さん、桜坂を歌ってます。君をずっと幸せに、風にそっと歌うよ。愛は今も、愛のままで、揺れる木漏れ日、香る桜坂、悲しみに似た薄紅色、君がいた。恋をしていた。君じゃなきゃダメなのに、一つになれず、愛としていたのに、春はやってくるのに、夢は今も、夢のままで、頬に口づけ、染まる桜坂。抱きしめたい気持ちでいっぱいだった。この街でずっと二人で無邪気すぎた約束、涙に変わる。愛としていたのに、花はそっと咲くのに、君は今も君のままで会えないけど、季節は変わるけど、愛しき人、君だけが分かってくれた。憧れを追いかけて僕は生きるよ。愛としていたのに、春はやってくるのに、夢は今も夢のままで、君をずっと幸せに、風にそっと歌うよ。愛は今も愛のままで。どうもね。あ、ゲストさんだよ。かずりこさん、かっこよく。あ、よかった。ありがとう。どうもね。さて、今日はアルコールバーなんですか？昨日はさ、揚げ物だけなんだけど、今日はアルコールバーナーね。ね、使いますよ。今日はトランジでおなじみアルコールバーナー。燃料保管。燃料やアルコール。これを使ってます。いいかな。今日はでも熱燗はしないからね。熱燗はしません。やっぱもうまだ熱燗飲む感じじゃない。もうね、ちょうど寒さ、まあ梅雨時とかだってさ、なったはず。梅雨だめの時は分かんないけど、まあ今日もね、熱燗飲みたいと思わないでね。熱燗はまだまあないんです。今日はね、土鍋、いつもあの100円の土鍋やるね、今日ね。じゃあちょっと持ってくる。今日は久々土鍋ね。持ってこようか、土鍋。久しぶりね、土鍋だよ、今日。ローソンストアで買った100円の土鍋、今日登場。今夜は土鍋。見かな。この100円、ローソンストアでね、もうね、フリーパーとか売っててね。
そんな感じで。いつもコップ一杯水入れてます。おなじみ、お手頃昆布茶鍋します。昆布茶鍋、今日昆布茶。昆布茶適当、あ、こんなもんでいいかな、適当。こんなもんでいいかな、こんなもんで。まだあるね。これもローソンストアで買ったやつね。この昆布茶。はい。さて、今日はね、今日はこれでね、今日はこれにね、今日の鍋はね、これだ。豆腐とえのきの鍋にしようと思ってます。今日はココス中村で買ってきた。ココス中村でね、えのきが使う、これえのき。ね、鍋の材料。まずえのきだけ。と、木綿豆腐。ね、これね、今日この鍋ね。ちょっと切ってくる。えのきは石突き切ってね、ちょっと切ってくるね。今日はえのきとね、えのきと豆腐の鍋、昆布茶鍋。今日は豆腐とえのきだけね。はい。そう、どうもね。ちょうどいいよね。じゃあ入れようか、豆腐。豆腐は一丁ね、やっと8個分に切ってきた。8個分に。ちっちゃい鍋だからね、ほんと豆腐だけでいっぱいなんだよな、これね。で、えのきだけやっぱり株でかいから、でかい。まず入るだけ入れようか、入るだけ。入るだけ。これでグツグツいったらね、ひとまず半分ぐらいかな。ちっちゃい鍋だからさ、一株も入らない。こんなもんでいいか。また沸騰したら入れようね。なくなったらね。ひとまずこれでいこうか。味付けはもう昆布茶入ってからさ。昆布茶入ってるんで、味付けば。で、蓋して。こんな感じで。いい感じじゃないか。うん。できるまで、じゃあ。鍋できるまで、まあ飲み物、今日の飲み物持ってくんね。うん、いいかな。こんにちは。ね。いいかな。今夜はね。大
これで2リットルでね、2リットルパックでね、税込みね、いくらだこれ、862円か、862円だったんだこれ、白鹿の純米淡麗辛口、税込み860円ほど、これ飲もうか、常温で飲むよ、緩和しないよ、もうね、緩和しはしない、ちょっと短冊飲みたいって感じないんでね、常温でちょうどいいかもしれないよ、今ね。ではこれはね、白鹿のパックでこうね、常温でいこうか。今日は開封、いつまで持つかな。ああ、まあそう。この間のさ、アウトドアもそうだったけどね、やっぱね、あったかくなるとね、なかなか缶酒はしたいとは思わないもんね。まあ、日本酒のいいところだよね。寒い時は缶してもいいし、そのまま飲んでもいいもんね、日本酒って。そこがいいや。ね。ビールなんか冷やさなきゃまずいけどさ、日本酒は常温で飲んでも缶しても冷やしてもどっちでも飲めるのがいいとこだね。はい、今日開けます、これ2リットル。いつまで持つかな、いつまで持つかね。3月の31日開封しましたね、飲み出したね、いつまで持つか。さて、こう、いつものカップコップだけでいこうかな。 いつものカップだけで、今日は常温で、まあシアってやつだのね。あ、乾杯。赤いと飲む酒がいいね、やっぱね。こうやって家で飲む時間があるといいね、やっぱりね、こうやってね。まだね、まだ0時前だもんな。今日は臨時収入見えたもんがあったんでね、ちょっと銀行入金してきたんでね、それで遅くなっちゃった。8時半頃帰ってきたくしたんだけどね、ちょっと ATM で入金してきたんでね、それで。で、ココス中村の方行ったんで、あれ豆腐買ってきたから、そこで。あれ、ココス中村って、このいいよね、あのスーパーね。こじんまくしてんだけどね、こじんまくしてるわけになかなか生鮮品がいいんだ、あそこね。まあ、うち駅の近くだからあんま行かないけど、あ、もう沸騰してきた。今日はね、えのきだけと豆腐の昆布茶鍋です。いい感じがないか。おお、いい香りだ。もう昆布茶鍋だから、もう味はついてるんで、このままいきます。ね、酒飲みながら。あ、ちょっとトンス持ってこようか、トンス。じゃあ、こんな感じ。ね、いいかな。いい感じだね。ああ、まあ、そう。えのきだけ。ちょっと、トンスで。でもちょっとね、こんな感じね、今日はこんな感じのお鍋です。まあ、食卓に鍋があるといいね、土鍋があとね。豆腐もいいかな、豆腐。まあいいだよ、豆腐温まればいいんだよ。お豆腐とえのきだけ、えのきだけ取って、豆腐もう一丁。
れちゃった。まあ、こんなもんで。まあ、いいや、減ったんで、またエリンギ足して、また入れようか、残りのエリンギ足して。これで全部、いいな、これで全部エリンギ。エリンギじゃない、えのきだけど、えのきだけ。まあ、で、これでまた、しましょう。はい。ちょうどいいな。昆布茶の味がしてちょうどいいよ、これ。これは小鍋立てってやった、小鍋立て。やっぱお花見はさ、牡蠣の使うようだとつまんないよね。いいよね、やっぱね。だからね、焚き火の牡蠣の使える、牡蠣の使えるさ、お花見でいいよね。お花見広場、あれ相模公園みたいなとこね。飛鳥山公園とか上野公園も花見はとか有名だけど、あそこは牡蠣使えないからね。だから寒くてしょうがないよね、ああいうとこね。牡蠣の使える公園のお花見はいいよね。だからね、だから、ね、あと武蔵野公園はあそこのバーベキュー広場はね、あそこ花桜あるから、あれはちょうどいいかもしれないね。うまい。今度の週末2日休みだったらね、焚き火キャンプに行ったんね。じゃあ2杯目。はい、乾杯。飲みたいけ。えのき。このシーケンそうか。もうシーケンしましょう。いい感じだ。またおろすの大変なんだよな。ちょっと入れすぎたんで、やっぱアルコール燃料ね。今日はこんな感じ。この右の鍋でさ、えのきだけと豆腐のお鍋。うん。ああ、いいね、この湯気ね。まあ、蓋しようか。もう火止めたんでね。
でもだけ。じゃあ常温で。常温だと飲みすぎだよね、本当に飲みやすいからね。あそこの木があって。うまい。あ、こんばんは。今日はね、このミニ土鍋で、ね、土鍋で久々に、豆腐とね、えのきたけの鍋、昆布茶鍋で、日本酒を常温で飲んでます。昆布茶鍋、で、お手軽昆布茶鍋で。豆腐とえのきだけ、まあ安い食材ね。レンゲ持ってこようか、レンゲ。あ、こんにちは。あ、どうもね。スプーンでいいや。豆腐とえのきだけの鍋で。豆腐とえのきだけ。そんなもんでいいかな。じゃあ、豆腐とえのきだけで。豆腐えのきだけの昆布茶鍋です。安くていいの、うまいもんね、豆腐ね。安くていいよね、豆腐はね。
で、のりはさ、歯ごたえがいいね、この。日本酒、常温で。ご飯はない、飲んでるからさ。あ、こんばんは。小鍋立てて、小鍋立て。そう、飲むときは食べないようにしないとね、飲むからさ。焚き火楽しみだな、焚き火。でもすごいね、みんなね、焚き火、いろいろ焚き火動画とかキャンプ動画見てるとさ、結構メスティン使ってる人いいんだよね。メスティンと固形燃料ね。僕メスティンは買おうと思わない。一回、まあ、トレック1400が買っちゃったんで、あれでいいかなと思って。トレック1400、あれでもいろいろできるもんね。あれ持ってって、ちゃん、どうも、勝彦さんはね、今43歳ですよ、43。43歳です。43、今年44なんだな、ね。若いよ、まだ43。最後の、これでおしまいかな、もう鍋。あっという間。これ、ローソンスターで100円で食ってる鍋だからね。ちょうど1人分の小鍋で全員ちょうどいいんだ、これ。で、こんな感じでね。100円の鍋、ずつ使って、これいいよな、100円の鍋、ローソンストアでね。じゃあ、これでおしまいでしょ、これで食べて。これ最後、これ。じゃあこれ最後です。この時間、昭和47年までか。47年まで。そう。特別なスープをあなたにあげる。あったかいんだから、瞳の奥にある私の大きな野望。ワクワクのリズムをあなたにあげる。あったかいんだから。ね、これね。あれもいい歌だよな、ほんとね。クマムシさんって、これ一曲で終わっちゃった感じだね、あれね。クマムシ。ね、これ一曲。ね。なにね、なに、な、なんでしょうか。クマムシさんね。ゆずみたいにならなかったね、あれね。ゆずはまあまだいるもんな、あれ。クマムシさん、これで終わっちゃった感じ。ね。でも、クマムシ、この、あったかいだからの、なんだっけ、PV いいよね、YouTube なんか流れて、なるべく、なかなかいいよね、あれね。あれに出てくる女の子かわいいよね、あれね。PV に出てくるあの女の子かわいいよね、あれね。見てる？見てる？あるかな？見たことある。かわいいよね、あの女の子ね。あの子ね。名前わかんないけどな。じゃあ最後の一杯。
もう最後、今日はこれを飲んでます。3杯目。3杯やめとこうね。3杯で。今日最後の1杯。はい、乾杯。今度キャンプに行こうな、行けるといいな、今度週末。4月の第1週目、週キャンプできたらいいよね。2日休みだ、土日休みだったら今度ね、キャンプ行くよ。うん、学校橋から。電車と徒歩でアウトドアってことね。うん、あ、学校橋河原ね。埼玉の東松山とか嵐山の境あたり、分かった？埼玉県のね、東松山市か嵐山、あの辺です。境の境あたり、ちょうどあれ、歩いてです。少子悪化、ちょうどね、嵐山峡って町とね、東松山市の境目あたりかな、これ。その辺の河原です。埼玉ね。うん、武蔵野です、武蔵野。わが、武蔵。東松山。うん、が有名かなね。まあ、首都圏じゃないとわかんないね、言ってもな。うん。君言ってもね、全然わかんない。僕もそうだもん。四国の地名とか言われたら全然わかんないもんね。うん。そうでしょ、全然、そう。もう四国とか九州の地名言われたら全然見当つかないもん。首都圏の人だったらわかるかも。わかると思うんだ、あれ。しかし、松山とか、嵐山って聞いて。で、全然関係ないところの人わかんないだろうね。それはしょうがないね。うん。東武東上線に乗って、うん、駅前でね、もう、あれ、薪買って、食材買って、河原で一泊。埼玉近いんで、首都圏なんだ、まゆちゃん。そうなんだ。あ、まあ、でも、学生さんとかです。首都圏で下宿してる人もいるもんな。そういったらわかんないね、地方の出身の人はね。もうずっと生まれも育ちも首都圏だからね、だいたいわかるんだよ、ずっとこの辺だからな、とね。生まれたのもこの辺だもん、首都圏だから。一泊ね、うん、キャンプの時ね、一泊テント持って。だからいいんだよね、キャンプの場合はさ、交通費がさ、一泊二日でさ、行き往復で済むもんな。日帰りだったらさ、一日で往復だもんね。それもいいよね、あれ。キャンプの場合、一泊二日でさ、二日ずつで一往復だもん。日帰りだって一日でさ、一往復だもんな。ね。その辺もいいよね。あ、首都圏じゃないんだ。そうなんだ。はい、いい感じだね。うん。埼玉、あ、山梨かな、じゃあ、山梨？山梨だったら首都圏でいいんだよ、首都圏で。茨城か、じゃあ、茨城だったらすごいじゃん。首都圏、茨城も首都圏でいいと思うよ。茨城、うん、茨城も首都圏じゃん。もう地元千葉県だからさ、茨城は身近なんだよね、茨城。
茨城右かよね。あ、福島か。福島？茨城の上で言うと福島か。福島？茨城の上って言うと。わかんない。あ、群馬とか、あの辺か。あ、結構近いじゃん、あれ。首都圏でいいと思うよ、北が。そう、群馬と、いいじゃん、あの辺もいいじゃん、関東じゃん、でも、群馬はね、群馬してあれ、じゃあしてから群馬、新町駅の近くのキャンプ場とかね、あるよね、あの辺ね、あの辺も考えて今度行こうと思ってる。群馬って結構いいよね、群馬のあの辺ね。結構無料キャンプ場があるんだ、あの辺ね。群馬も遠いようでいて、結構首都圏が結構近いの、都心から近いから、あそこ。結構便、交通の便意外といいんだよ、群馬って。伊豆東部の伊勢崎線もあるしさ、高崎線とかあるしね。結構意外と便利なんですよ。地元の人が分かんないよね、あれね、高崎線とか言ってもね。なかなかいいよ、あそこ。群馬って言ってもさ、すごい、北関東って感じにしてさ、田舎っぽく思うけどさ、それほどじゃないんだよ、それほどじゃね。ね、そう。ね。そうよ、群馬は、あれ。だって東武線が通ってんだから、東武伊勢崎線があるから、あれ乗っちゃえばすぐだもんね。東武伊勢崎線でもいいしね。群馬のいいところはさ、あれ、なんだっけ、前橋高崎でさ、あれね、県庁所在地とさ、新市の中心部がさ、別個になってるのが、そこが栄えてるいいとこだよね、あれね。そう、県庁所在地は前橋だけどね、中心は高崎って感じでね、そうね。そう、高崎って言うみたいな、あれね。あれなんだっけ、あれ。山田電機のすごいでかいお店があるんでしょ、あれ、地元だからね。高崎、有名だよね、高崎の。山田電機、ものすごいでかいんでしょ、あれ。よく聞くよ、あれ。高崎の山田電機、ものすごいでかいって。結構有名だもん、だって。結構有名だよ、あれ。高崎の山田電機ってものすごいでかいって。結構有名。さすが地元だなって。高崎はいいですね。すごいね、高崎はね。今日も行ったことある、確か。群馬はあれ、大回りで。大回りもできるかな、あの辺はね。あれ、JR の大回りで。回るって、僕は、ありがけ、両毛線とかね、小山の方の回って、行ったな。ね。高崎って言ってもね、都心からね、100キロぐらいだからさ、銚子と変わんないからね。すごいな、高崎。今日はこれでおしまい、お酒。あ、ちょうど0時も終わったし、ちょうどいいな。今日はこの辺で終わろうね。もう寝る、まあ、夜が明けて仕事だからさ、寝ないとな。まあ、夜が明けて金曜日なんでね、仕事なんでまだ。じゃあ、お互い頑張りましょうね、お互いにね。あすからさん、おやすみなさいね。あ、まゆちゃんもおやすみなさいね。皆さん、おやすみね。そろそろおやすみなさい。ゲストさんもお休みね。で、どうもね、お休み。僕かっこいいね。どうもありがとうね。
また毎日仕事から帰宅次第やってますんで、勝彦さん毎日仕事から帰宅次第やってます。おやすみ。ではまたね。さあ、ではまた。ありがとうね。いい感じだ。うまいね。お酒うまい。最高。酒がうまいうちはいいんだよね。飲めるうちはさ。ほんとに。やっぱ酒が、やっぱ日本人には日本酒が一番合うよ。やっぱり何がやいって。ビールったら冷やさないとね、まずいもんね、ビールは。ビールも美味しいけどさ、生ぬるいのはまずくてしょうがねえもんな。でもね、本当に日本酒はいいや。日本酒はちびりちびり飲むの。いいよね、僕の。好きなのはね、焚き火を目の前にしてさ、キャンプでさ。そんな何も別になくてもいいよ。食べ物は何もなくていいからさ。ね。ビール君なんかの焚き火台でさ。焚き火を目の前でさ。こうやって日本酒を飲むの。それだけで十分僕は幸せ。キャンプ好き、焚き火好きはわかるよね、これね。焚き火を目の前でさ、酒飲むのね。何もなくていいんだ、あれ。あえて言えば、焚き火を見るのが、つまみみたいなもんでさ、焚き火の燃えてる炎を見ながらさ、日本酒をさ、ちょぶりちょぶり飲むの。これたまんないんだよ、これ。これがさ。これも合わせそうなの、楽しみよ。焚き火っていいよな、ほんとな。ビロックンと出会ったおかげで、ビロックンをはじめバーベキューで扱ったけどさ、もともとがさ、ビロックンの正式名はさ、焚き火台だからさ、ね、その通り焚き火使うと、ビロックンの良さわかるよ。焚き火で使うと、炎っていいなーって、ね、炎なる幸せ。あれ、バーベキュー、炭火焼きはまだ炙るだけだもんな、あれ、ね、なかなかつまんない。のアウトドアでやっと1年ぐらいだけど、まだ僕はさ、まだまだね、やってって。僕はアウトドア経験、ほんと、1年、ほんとやっとこれで1年ぐらい、キャンプ始めて。もうすぐね。去年、桜の終わった頃に初めてキャンプ行ったからね。あれ、学校橋の近くの、月川荘っていうキャンプ場。あれが初めてで、もう1年になるな、もう仕事なのか。できたらね、上がったね。もし仕事になっちゃったらさ、あれ、日帰りでどっかアウトドア行くからね。塚さん、ありがとうね。こうやって、生存確認の一環としてね、年頃の女の子のお股のこと考えながら飲んでるだけ。かわいいよな、女の子はね。かわいいね。やっぱ20代、30代ぐらいの女の子かわいいよね。今の僕はそんな気持ちでいっぱい。かわいいよね、女の子はな。30前後ぐらいの女の子かわいいね。かわいいよな。あわよくは触りたいけど触んないよ。触ったら大変だもんね。我慢しないと。頭の中で思うだけにしとけ。触んないようにしないと。でもほんと可愛いな、女の子はな。
いい感じだ。負けたら、これ飲んだら、あのでしょうね。はい、美味しくいただきました。じゃあ、おやすみ。じゃあ、本当終わります。では、またおやすみね。はい、スカイさん、ありがとう。じゃあ、終わります。また明日。あいつは仕事から帰宅したい。で、明後日は休みだったらキャンプね。では、また。